柴田恭介です。枠なりの3対3体型インコースから1番2番3番4番5番6番の体型で今スタートいたしました。ダッシュ勢がわずかに好スタートでありますが外のでちょっと早いスタートがありました。スタートは判定中4号艇先前体勢さらに5号艇さらに外に握っていった6号艇バックストレッチ向こう正面でありますが上位の体勢は4号艇内側から5号艇が接近してくるその後でありますが3番手争いでありますが6号艇3号艇ですがその6号艇の柴田恭介は残念ながらフライングのため返還欠場。6番に関する投票権は全て払い戻し返還になります。ゲストの皆様投票権は大切にお持ちください。並びもスタイルもスタート展示同様体型インコースから1番2番3番5番6番4番の体型で今スタートいたしました。これはちょっと外の方がまた早いスタートになっています。インから逃げる体勢は1号艇内側から2号艇中終わった6号艇ですがバックストレッチ向こう正面さあここはスタート判定中であります。ゲストの皆様投票権は大切にお持ちください。このレースは4号艇田中と6号艇内山両選手はフライングのため返還欠場。4番6番に関する投票権は全て払い戻し返還です。ゲストの皆様投票権は大切にお持ちください。内側から1番2番3番ダッシュは4番6番5番です。スタートしました。3号3号艇梅木は早いスタートになりました。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。このレースどうやらスタートアクシデントがあったようです。お知らせいたします。このレースは3号艇梅木啓太がフライング返還欠場です。第2レースは3番に関係ある投票権は全てが返還です。お手持ちの投票権はレース確定までどうぞ大切にお持ちください。第5レース一般競争インコースから1番2番3番ダッシュ5番6番4番です。スタートしました。確定1周1マーケートを移っていきます。現在スタート判定中です。お手持ちの投票権大切にお持ちください。お知らせいたします。3号艇向井寿浩二フライング返還欠場。3号艇に関する投票権すべて返還となります。お手持ちの投票権は大切にお持ちください。完全にアウト。スタートまで10秒前進入体系は定番通りインコースから1番2番3番4番5番6番の体系準優勝戦第9レーススタートいたしました。一周一マーケットが先行争いでありますがちょっとこれは早いスタートがあったようです。3号艇まくってきますが内側のから1号艇左内のから2号艇が差し込んでバックストレッチ向こう正面になりますがスタートは判定中です。スタートは判定中。ここでゲストの皆様にお知らせです。3号艇池田と4号艇下出の両選手はフライングのため返還欠場。3番4番に関する投票権は全て払い戻し返還です。ゲストの皆様投票権は大切にお持ちください。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。スロー勢好スタートを切りましたがちょっとだいぶここは踏み込んだスタートがあったかちょっと早いスタートになっています。1周1番からバックストレッチへと移ります。ファンの皆様にお知らせいたします。このレース1番の鈴木3番の菊池とフライング返還欠場でございます。1番の鈴木3番の菊池がともにフライング返還欠場です。1番3番の組に関する投票権は全て返還です。お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちください。進入コースインコースから1番2番4番6番ダッシュ3番5番第3レース一般戦スタートしました。なおただいまのスタートは審議中です。ただいまのスタートは審議中です。審議の結果が出ますまでしばらくお待ちください。船券は大切にお持ちください。お知らせいたします。1号艇の岡部大輝選手がフライング返還です。1号艇はフライングと判定されました。1番に関します船券は返還となります。お手元の船券お確かめの上大切にお持ちください。3対3に分かれています。風はホームの追い風がごく緩やかで穏やかな水面コンディション。進入インコースから1番2番3番4番6番5番でスタートしましておっとこれは早すぎたスタートもあってダッシュ勢が好スタートですが1号艇伸び返して先前2号艇が直まくり4号艇が V ギアついて間を3号艇6号艇バック側です。お知らせいたします。5号艇の藤森陸とはただいまのスタートにおきましてフライングのため返還欠場となりました。
5番に関します投票権は全て返還されますので、どうぞ皆様大切にお持ちください。1号レース一般戦8レース枠成り3対3第8競争スタートが切られました。少し後手を踏んでいるアウトコースの6号艇堀越となっています。1周1マークへ向かいますが、スタートは判定中です。スタートは判定中となっておりますのでご注意ください。第1段マークを旋回しまして、各選手がバックスレッジが出ました。あ、このレースはフライングがありました。4番の上村がフライング、4番の上村がフライング、4号艇上村浩太フライングによりまして返還決勝です。4番に関する投票権すべて払い戻し返還となりますので、お手元の投票権大切にお持ちください。1番2番3番4番6番5番の並びです。スタートしました。5号艇がトップタイミングですが、これは早すぎるスタートとなりました。お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券大切にお持ちください。5号艇内山フライング返還欠場です。5番に関する投票券はすべて発売額と同額で返還いたします。大切にお持ちください。そして短期に構えていった3号艇の椎名豊、昨日は5レースで逃げを決めています。進入はインコースから1番6番2番4番5番3番です。スタートしました第5レース、少し6番と4番、さあ1周1マークに向かっていきますが、ここのスタートはどうでしょうか。1号艇が回っていく、5号艇の深谷がまくり出していく向こう上面です。ただいまのスタートにおきましては残念ながらフライングがあります。ただいまのスタートは6号艇の民生高春がフライングのため返還欠場となってしまいました。6号艇に関する投票権は発売額と同額で返還いたします。どうぞお手持ちの投票権は大切にお持ちください。完全にアウト。人気は A 級利用者、1番浅香から4番山本へ、123クラッシュ4ゴールスタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中です。お手元の投票券大切にお持ちになってください。センターで早い手があったようです。お知らせをいたします。第1レース3号艇白石亜美フライング返還決勝、3人関する投票券はすべて払い戻しになります。どうぞご注意ください。1番2番3番ダッシュ5番6番4番の進入です。3日目の攻防予選競争の第5レース、スタートしました。1号艇遅れました。2番3番5番と3艇好タイミングに号艇、さあ4号艇、相当の4号艇はちょっと早いタイミングなのか。2号艇の北山が先制攻撃、3番5番あたりが差し込み合っていてバックへ入ったが、残念ながらただいまのスタート問題があります。お知らせいたします。再アウトだった4号艇産方聖也、これはフライング、4号艇に関する投票権は全て返還されます。1番3番4番ダッシュ5番6番2番の進入に分かれた今日の最終カードの順次です。スタートしました3号艇江口、おっとこれはまさかのスリットライン。1号艇の土屋が先手を取って真ん中をシャープに割る、4号艇の懐入った、5号艇の北山康介バックへ入ったが、なんとシリーズリーダーで飛ばしていた江口明夫選手、残念ながらフライング。3に関する投票権は全て返還されます。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました2号艇の木村、1号艇の高橋と2号艇の木村、このスタートは際どいスタート、ただいまのスタートは審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお持ちください。先頭1号艇高橋ですが、ただいまのスタートは審議中、なお6号艇村田にはアクシデントがあった模様です。ただいまのスタートは審議中です。お知らせいたします。1号艇高橋龍也、そして2号艇木村隼人はフライング返還決勝です。1と2の組に関する投票権すべてが返還となります。お手持ちの投票権お捨てにならないように大切にお持ちください。お待たせいたしました。シリーズ4日目予選最終日の戦い、第4レース予選競争再発走ということになります。なお3号艇加藤夏樹は返還決勝となります。ご注意ください。枠成り3対3インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました第5レース、ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。どうぞお手持ちの投票券は大切にお持ちください。
ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。どうぞお手持ちの投票券は大切にお持ちください。なおこのレース6番の状態券やフライングため欠場、6番に関する投票券発売額と同額で返還いたします。どうぞお手持ちの投票券は大切にお持ちください。人気は1号艇今泉から4号艇広瀬、6号艇川島へと集まっています。進入地から1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。スロー3選手ですがこれは早いスタートとなりました。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。3艇がフライングです。1号艇今泉優吾、2号艇坂井陽介、3号艇西田定健、1番2番3番ともにフライング返還欠場となります。1番2番3番の組に関する投票権すべて返還となりますのでお手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちくださいませ。なお一部の掛け式では不成立となります。お手持ちの投票権大切にお持ちください。進入体系インコースから1番2番3番ダッシュ4番6番5番です。スタートしました。確定1周1マークへと移っていきます。現在スタート判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。お知らせいたします。3号艇藤原信也フライング返還決勝、3号艇に関する投票券すべて返還となります。お手持ちの投票券大切にお持ちください。1番3番2番4番5番6番です。スタートしました。特殊戦の第10レース、ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。このレース5番のシンデコーチ、5番はフライングため喧嘩欠場です。5番に関する投票券発売額と同額で返還いたします。どうぞお手持ちの投票券は大切にお持ちください。1番、2番、3番、6番、4番、5番の並び。スタートしました。昼時戦の第8レース、早いスタートありました。フライング艇あります。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ最後まで大切にお持ちください。1号艇の山崎哲平、フライングのため返還欠場です。1番に関する投票券発売額と同額で返還です。お手持ちの投票券はどうぞ最後まで大切にお持ちください。山崎アウト。1番2番4番3番5番6番の並びです。2秒前スタートしました。5号艇森永がこれはトップタイミングですが、ただいまのスタートにおきまして早すぎるスタートがあります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。5号艇の森永隆フライング返還欠場です。5番に関する投票券すべて発売額と同額で返還いたします。どうぞ大切にお持ちください。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4号艇木下、このスタートは際どいスタートとなっています。ただいまのスタートは審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお持ちください。先頭4号艇の木下なんですが、ただいまのスタートは審議中です。先頭4号艇木下なんですが、現在のスタートは審議中となっています。お知らせいたします。4号艇木下陽介はフライング返還欠場です。4の組に関する投票権は全てが返還となります。お手持ちの投票権お捨てにならないように大切にお持ちください。6コースに5番の松本、天地同様の3対3、進入インコースから1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。ダッシュ勢がやや目立った踏み込み、大外の6コース5番の松本どうでしょう。かなり際どく突っ込んでいきましたが、1周1マークの旋回、間すり抜けてきた6番君島先頭ですが、ここは痛恨のコールがあります。先頭は6番の君島修造ですが、ファンの皆様にお知らせいたします。この第11レース5番松本でフライング返還欠場です。
5番の組に関する投票権はすべて返還となります。お手持ちの投票権どうぞ着順確定までは大切にお持ちください。勝本アウト、完全にアウト。シリーズ4日目第1レース予選競争、進入体系インコースから1番2番3番6番ダッシュ4番5番です。スタートしました。確定1周1マークへと向かってきます。現在スタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。お知らせいたします。1号艇伊藤翔太フライング返還決勝、1号艇に関する投票券すべて返還となります。レース終了までお手持ちの投票券大切にお持ちください。第11レース予選特選 A コースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートの勝負、1コース3コースは際どい。現在スタートを審議中、スタート審議中、お手元投票券大切にお持ちくださいませ。1コースの1号艇の席はちょっと早いタイミング、現在スタート審議中です。ここでお知らせいたします。1号艇の席フライング返還欠場、1号艇の席フライング返還欠場となりました。従いまして1号艇に関する投票権すべて返還です。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。わくなり3対3進入コース1番から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第1列ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。どうぞお手持ちの投票券は大切にお持ちください。このレーススタート早いスタートになってしまいました。どうぞお手持ちの投票券は大切にお持ちください。なおこのレースは集団フライングとなってしまいました。1番の岩永、4番の峰重、5番の田中、6番の序滝、1番4番5番6番の4艇はフライングため返還欠場です。1番4番5番6番はフライングため返還欠場です。どうぞお手持ちの投票券は大切にお持ちください。似てる田中アウト。進入コースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。5コース5号艇の三角は早いスタートとなっています。ただいまのスタートは判定中、ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。5コースから5号艇三角まくりましたが、ここでお知らせいたします。5号艇三角哲夫はフライング返還欠場、5番はフライング返還欠場となっております。5の組に関する投票権すべて返還となります。レース終了までお手持ちの投票券大切にお持ちください。第4レースは一般戦 A コースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。5コースは早かった。5号艇の篠原です。現在スタートは審議中、スタート審議中です。お手元の投票券大切にお持ちください。5コース5号艇の篠原は早いタイミングで現在スタートは審議中です。ここでお知らせいたします。5号艇の篠原誠也フライング返還欠場、5号艇の篠原フライング返還欠場です。従いまして5号艇に関する投票権すべて返還です。レース終了まで大切にお持ちください。完全にアウト。外の3艇から進入、進入インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。センター勢比較的いいスタート、なお現在スタートは審議中でございます。スタートは審議中、投票権を捨てにならないよう大切にお持ちください。陰線押し切って1号艇の小野が先頭、2番手2号艇でですが、現在スタートは審議中です。現在スタートは審議中、ファンの皆様にお知らせいたします。第5レース3号艇下野選手と4号艇野田選手両者はフライングのため返還欠場でございます。3番と4番に関する投票権すべて返還となりますので、投票権はお捨てにならないよう大切にお持ちください。シリーズ6日目第1レース一般競争、進入体系インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。内枠の2人確定1周1マークへと移っていきます。現在スタート判定中です。お手持ちの投票権大切にお持ちください。
現在スタート判定中となっています。お知らせいたします。2号艇佐藤大輝フライング返還決勝、2号艇に関する投票権すべて返還となります。お手持ちの投票権は大切にお持ちください。第6レース一般競争ナイタータイムカチカチ6インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。確定1周1マークへと移っていきます。現在スタート判定中です。お手持ちの投票権大切にお持ちください。お知らせいたします。1号艇松田則之フライング返還決勝、1号艇に関する投票権すべて返還となります。お手持ちの投票権は大切にお持ちください。第6レース隠れ朝徳一般戦3対3の枠なりです。3秒前6レーススタートしました。1号ごかすわちょっと5号手の山田現在スタートは審議中、スタート審議中、お手元の投票券大切にお持ちください。5号す5号手の山田はちょっと早かったようで現在スタートは審議中です。ここでお知らせいたします。5号手の山田雅樹をフライング返還欠場、5号手の山田フライング返還欠場です。従いまして5号手に関する投票券すべて返還です。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。完全にアウト。進入体系は定番通り、並びの方はインコースから1番2番3番4番5番6番体系。第1レースただいまスタートいたしました。一周一マーケで向かう先行争いでありますが、ちょっと早いスタートがあったようです。インから逃げる体制、1号艇2号艇が外前に行きました。さらに3号艇内をついて6号艇でバックストレッチ向こう上面でありますが、ここでゲストの皆様にお知らせでございます。このレースは6号艇の佐口フライングのため返還欠場、6番に関する投票権はすべて払い物瞬間になります。ゲストの皆様、投票権は大切にお持ちください。1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。角から4号艇新地早いスタートになりました。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。切り込んでくる2号艇山本、あるいは6号艇小金井、5号艇石木が続きますが、お知らせです。このレースは4号艇新地正弘がフライング返還欠場となりました。従いまして第5レースは4番に関係ある投票券すべてが返還です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。どうぞ。3艇から進入開始、進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。第10レース入賞戦スタートしました。インカ1番の香川、4コース4番の高畑ですが、なおただいまのスタートは審議中、ただいまのスタートは審議中です。投票権は大切にお持ちください。ただいまスタート審議中となっております。お知らせいたします。1号艇香川選手はフライング返還、1番に関します船券は返還となります。お手元の船券大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番3対3の枠なり進入です。2秒1秒今スタートしていきました。コースターターセンターアウトデーでお知らせいたします。第6レーススタートに来まして、フライング欠場艇があるかも分かりません。船券は大切にお持ちください。第6レースは3号艇の森貞浩二がフライング返還欠場、3番に関する船券は全てお返しいたします。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第7レース、外に行くほど好スタートで、そしてちょっと多数の艇がかなり突っ込んだスタートとなっています。1周1マークの旋回は1号艇の橋本が回っていきました。お客様にお知らせいたします。多数のフライングが出てしまいました。フライング艇を申し上げます。フライング艇は1番の橋本、3番の中村、5番の山本、6番の市川の4選手がフライングのため返還欠場となってしまいました。投票法によっては返還となります。どうぞ船券大切にお持ちください。投票法によっては返還となります。フライング艇は1番3番5番6番の4艇です。